59丁目駅は、ブルックリンク、サンセットパークの59丁目から4番街、交差点にある、ニューヨーク市地下鉄、BMT4 番街線の駅で、N 系統と R 系統が、終日停車する。また、ラッシュ時に、W 系統が停車する。通りの西側の階段駅は、1915年6月22日に、開業し、島式ホーム2面4線の構造を持つ。 1970年代後半に改装工事を行っている。駅の南に転鉄機があり、その南で急行線が BMTC ビーチ線に分岐する。観光線は伏線となってベイリッジ -95 町名駅まで続く。2010年代後半よりエレベーターの設置検討が始まり、2020年11月に供用開始した。 駅南端に地上につながる階段があり、4番街の60丁目から61丁目間に出る。また、4番街と59丁目の交差点北西、北東に出る階段が2つずつ、エレベーターが同交差点北西に接続している。駅のすぐ南には、観光船から直進しているトンネルスタブの見出しが見える。約150フィートの距離があり、完了する前に、 ヒーラン市長によって打ち切られたナローズの下のスタテン島トンネル経由でスタテン島への延伸準備があった。南高線に建設された保全の線路がある。北高線ははるかに暗く、障害物はない。北高線はレンガの壁で終わり、スペースがあるという証拠がある。この駅の南側にはロングアイランド鉄道ベー、理事支線の橋があり、 そこでは二つの西側の線路が使用されている。道路線の線路は南で伏線になり、4番外線側を走る。駅南側の2線を付接できるスペースの部分は、回路遮断機チャンバとして使用するために最初に、ついで、ブルックリンエージソン車により構築された。最初の計画では65から67丁目間で、接続してトンプスキンビル方面へ向かうものであった。 ありがとうございます。